それでは本日はですね、正気先生に頭皮火災についてお話をしていただきたいと思います。よろしくお願いします。はいはい。まあ、今日はですね、頭皮火災ですね、頭皮というね、ここの、まあ、経絡末ということを見えるですね、この真ん中の方はその毒脈ということがありますね。これ人間の方の陽気を抑えている経絡、ね、陽気ですね、はい、だから冷え性とか肩こりとか、はい、やっぱり元気ないと全部陽の方が詰まるということですね。はい。でそれからあと頭の方はなんで頭皮さがいいというね、膀胱系ですね、はい、でも通っているんです。膀胱の方はこの密度代謝のツボ、はい、水分代謝を良くしてくれる。あ、でそこで経絡を通らないと、例えばこういう経絡、ちょうど肩の方で、日本でも肩こりとか多いじゃないですか、はい、冷え性とか、やっぱ日本は湿気多いから、はい、でそこでやっぱりそこの膀胱系通ったら密度代謝を良くすると、うん、冷えとか病気上がるようにするんですね、はい。でそれからあと三焦でも同じようにですね、はい、全部頭の方をしているからですね、うん、だから三焦でも水の代謝を良くすると、はい、そこでやはり特に頭ということは尿に溜まっているところで、そこにですねカーサーという方法で頭の方の経絡をよく通すると気の流れを良くするんですね、はい、で特に今回はですね、ちょっと少し特殊のクリームということを使えて、はい、このクリームの使いの意味はね、でこれは松ですね、見ますかね、はいはい、松の節というから抽出というのがクリームです、はい、松というものは血の流れを良くすると、うん、あともともと香り入ってるから、はい、その経絡の流れを良くするんですね、うん、さらにですね、例えばこういうの方の今度はですね、あちらの、はい、オイル、ね、これはオレンジの匂いしてるし、はい、これ柑橘の方のアルマ用の方の無添加で、うん、飲んでも大丈夫です。そうですね、これ大丈夫ですね、はいはい、でこういうものは中に混ぜて、はい、じゃあこの傘で混ぜてください。ちょっとこうアップしていいですか、見えますかね、こんな感じ で、はい、でよく混ぜてね、うん、だからこれは実は傘してところで経絡も通るし、アルマ的な効果もあります、はい、だから特に例えば5月か6月で5月病でストレス溜まってる人ですね、うん、この頭皮火災するとすごくいい効果が出るとですね、はい、だからまずですね、毒脈の方でここに塗りましょう、ね、はい、そうです、まあ、こういうたっぷり塗った方でね、はい、これはこの意味だから羊毛の効果ありますし、あ、まあ、今ちょっとベタベタするけどもすぐですね、うん、旗の方は浸透するね、まあ、こういう立ててるよりはちょっと横で横向きで中に横向けで、そうです、そうです、もうよくの頭皮経絡の中に浸透するよね、なぜかそういうのをクリーム使えて、うん、やっぱりさらに経絡を通するようにですね、はい、はい、うん、そうです、そうです、はい、これ中によく、そうです、うん、横向きね、できるだけその旗に、地旗の方にすり込むするようですね、はい、で今度は横からですね、はい、経絡に詰まっているところに通る、広げるっていう、そうです、そうです、はい、こうですね、左右に、うん、まあまあ、この やり方皆さん見てください、とても簡単で家でもできるですね、はい、もうちょっとカメラを近く、よいしょ、こういう向きですかね、はい、ね、うん、よいしょ、こうですね、こういうコス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 ですね、これ傘はね、これとてもいいところですね、そこで全体的の経絡の方のまあ、そういう刺激用で経絡を通しやすくなるです。例えばこういうところで春に木のぼせてですね、めまいとか、はい、で頭痛とかですね、元気ないとかですね、頭の方は陽気集めてるところだから、で元気出すです。こうもう一回復習ですが、締めにこういう向きですね、そうですね、で経絡を流すと、はい、ですね、この向きで、よいしょ、
そして今度広げる。そうですね、やっぱり詰まると、はい、気持ちいいでしょう、ね、寝とる起きてますやっぱり、ね、これやると結構、ね、眠たくなります、はいしょ、はい、じゃあ今度は膀胱系も、膀胱系、はい、膀胱系の方は、まあ、その真ん中動脈ですから、はいね、この横ですね、横ですね、はい、これの全体的にあの傘ということはある程度の幅ある程度のズーンというするから、うん、若干ずれても大丈夫だから白の人、はい、誰でもできる、一般の方でもできるということですね、はい、でまた前からこう経絡を押し出すという、はい、この辺ゴリゴリしてますね。そうですね、多分どうですか、肩凝ってるでしょうね、働きすぎでしょう。いえ、めっちゃ足りないです足りない本当やっぱり一日行って針やったらね、肩凝るでしょうね。で、あとこう経絡を広げる。それとあのこういうツポのところですね、ある程度の方はちょっと少しだけ、はい、まあ、そこでちょっと少し中心的に例えば凍ってるところはちょっと少し、うん、ちょっと強く強くしたら、はい、まあこの強くね、気持ち的の強くね、うん、はい、もう痛くないのでね、はい、よいしょというふうですね、はい、とじゃあ今度は三小形ですね、はいでちょうど耳の方はこれずっと肩の方行くのツボで、はい、肩こりもすごくいいですね、はい、例えばあの三焦ですね、この耳の後ろに通ってるんですね、はい、あのこれの目の疲れるとかですね、うん、この耳の周りをこうぐるっと前から、はい、そうですね、あの難聴とかね、はい、あの耳通るとかね、あのそれも効果という、うん、あるの経絡ですね。偏頭痛にもいいんですよね。そうですそうです、はい、ね、特に、まあ、これから梅雨に入って頭重たくて偏頭痛とかあるとかね、はい、まあこの松の匂いと柑橘の匂い結構なんか相性いいですね。いいですね、うん、すごくいい香り。あの実はね、こういうの方の頭皮かさはその頭の方でいろいろ神経あるところでね、はい、その経絡的の方の流れと、まあ、神経も刺激するし、うん、その頭の脳の中にね、あの反射区あるですね、はい、であの脳の血流も良くなるですね。でそれ一面とあのそれからもう一つね、あの髪の毛も薄くなってるからね、気にする方はやるとあのこれ刺激すると、はい、あの髪の毛が増えるで、はい、お疲れ様でした、はい、OK です。どうですか、ご感想で気持ちいいですいい香りする。めっちゃします。あ、本当、はい、よかったです。なんか、はい、今日の滑車はこちらね、はい、はい、とあとこのクリームとよいしょですね、アロマオイル。アロマオイル注意なのは、普通のアロマオイルは皮膚につけていけないものが多いですので、まあ、皮膚刺激がないものをご利用ください。よろしいですかね、はい、はい、ありがとうございました、翔先生、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、1回3000円です